友達でチンゲ三つ編みのツインテールのやつおるって。ふざけてるやろ、完全に。チンゲツインテールとか、どういう生活をしてたらさ、チンゲツインテールにしようっていう考えが生まれるんやろ、マジで。意味わからなさすぎやろ。そいつのチンゲちょっとシャメってさ送、送ってきてワダ段部に貼っといてよ、ほんまに。見てみたいわ、マジで。どんなチンゲなんか。そんな伸びるかなって。ずーっと放置してたら伸びるんちゃうそら。 ま、そこが問題 <laughs>、そこが問題でもないんやけどな。なぜあの、ツインテールにしたのかっていう、その、そこが問題やろ。伸びるか伸びないかよりもな。伸びるからツインテールにしよっかなんて思う人おらんと思うから、ほとんど。去年の俺の茶髪チンゲならあったわって。チンゲ染めたワイダン部に貼ろうや、そのチンゲ。ワイダン部の光と闇ちょっと作るか。ただのゴミ画像部 <laughs>。マジな話さ、あれ面白がって見てる人ほんまいんの制作者以外に。 もっともっとやってくれみたいな。柴田理恵のコラ画像を作ってくれみたいな。面白がってるやつっておんのか実際。初期から Y ン部がまともに活動してるとこほとんど見たことないって。てるもくさんぐらいやろ。初代総長、ぶっこみ総長てるもくさんぐらいちゃう。マジで抜けるエロ画像、エロ動画貼ってたのって。制作者はどんな気持ちで作ってんのって。無やろな、多分もう無やと思うわ。ガチで吐きそうになるって。 面白いと思ったでもずっと見たいと思うんやろ栗まんじゅうとか食えんくなったわイダンブ部ガチでガチなやつちゃんと作ろうやあれちょっとモデレーター今チャンネル作れたちょっと今の Y ダンブを Y ダンカッコこ闇にしてもう一個 Y ダンカッコこ光っていうのをちょっと作ってくれんでガチでもう光を荒らすやつがもし現れたら変な黒画像とか貼るやつ現れたらもう追い出していいよサーバーからマジで ま、一発ネタとしては全然いいけどな。Y ダン部闇は完全に勝手に遊んでくれていいから、そいつも。でも誰でも。マジ目の抜けるやつだぞ。真面目の抜けるやつは抜けるやつで、みんなシェアしていこうや。ちゃんとな。やっぱちゃんとしたメンバー特典にするためには。だって柴田理恵コラが、Y ダンブ気になってさ、入ってみて柴田理恵のコラ画像ばっか貼られてたら <laughs>、普通の人やったらブチギレるやろ <laughs>。あんなこれってなるやん。 一応、視聴者さん向けメンバー特典としてはマジで、結構いい感じの特典なんやから。光と闇って響きはかっこいいって。闇はや,やばいで、ほんまにもう。インフィニットダークネスや、マジで。あはは、ダンブ闇になってる。ワイダンブってそんなやばいって。いや、ガチでヤバい人が見た吐き気を催すんじゃないでしょうか。ゴミ捨て場の方がまだ綺麗 <laughs> ワイダンブ闇とワイダンブ光ができたぞ。 Y 南部闇やばいやん。なんだこれ。血悪名、下から見るか、横から見るか、イクイク正艦隊、ちびまる子ちゃんとか、<laughs> 意味がわからんから。<laughs> これや、これシェアしたいけど、やばいな、このバイオーのさ、バイオーのリヘナラをさ、秋竹城と、全裸の秋竹城と柴田里恵に変えて、動画とか、動画書に画像作ってんの、ね、やばいな、マジでこれ。 リエナラの画像本当に深いやったってやばいやろもう呼ぶだけでやばいよな今の話すごく気になるって気になったメンバーにならなあかんわメンバー限定得点やからよデブの秋竹城とか吐きかけたわって秋竹城ってデブやんけ文字だけでさまじいと文字だけで呼んでいこうか他にどんなものがあんのか文字だけであでも普通の画像も貼られていくよね バイキングの小峠がバイキングの西村にフェラされてるコラ画像とかね。ひどいこれほんまに。なんかやばいぐらいなんか爆弾を結びみたいな体型の裸の女が映ってたりとか。マジにいいのもあるけどな。普通にエロ画像も貼られてるけど。なんかね、これ何だろうね。柴田理恵の目玉、鼻、口は多分久本雅美。髪の毛は誰やろうこれ。内海緑かな。よくわからんけど、合成魔獣みたいなの作られてるわ。 もうやめとこう気分悪なるほんとに,にメンバーの方闇の方が気になるそうやな光は光でちゃんと抜けるものがおかずにできるものがねキメラリエとかはやめてください闇は完全にミュートいや完全にミュートやろもう,もう闇にあのー、ヒアとかエブリワンとかハローもんならメンションもうそいつは永久追放や 見たら絶対後悔するっていや、エロ、実際のエロの方は普通にいいエロ画像とかいっぱいあるよ、動画とか合成魔獣ガーゼット懐かしいな、遊戯園何も知らないのにイダンプ見に行ってびっくりしたっていや、やばいやろ、そら一番吐き気したのは咀嚼って名前の AV モドキそんなんあるんや被害者続出やろ、もう完全に柴田理恵 AV 落ちって、なんか落ちるんだよ 柴田理り落ちる要素ないやろ高校の時にスクミズからまんげがはみ出てる女子だならいたってなんで気づかんの誰か教えたれよ誰もやっぱ気まずいから言えへんのかなあれが本来のワイダンブって今ワイダンブどうなってるおおイダンブいろいろ貼られてますよいいものがやったワイダンブに光がワイダンブやっと戻ったわ闇やばいねって 闇にはフレン…フレントやちょっと闇にはまるとまジ闇の人間になってもらからな光ができると闇の方はさそうやなそういうことや光が強ければ強いほど闇も深くなるとそういう理論ですわ <laughs> <laughs> 闇の方にさ自分の賃金上げてるやつおんねけどメンバーでメンバーがさ自分の賃金上げてるわ チンゲはブリーチ剤20分でこうなるよ GG ジジとか言って自分のチンゲ上げてるやつ俺はわ闇やばすぎる闇ミマジでゴミゴミやわ <laughs> 誰が人のチンゲみたいんだよ俺やって宣言通り上げてるやんやばすぎる <laughs> ぶっ飛んでるなしかもえげつないぐらい拷問やったぞチンゲえげつない拷問チンゲ貼られてるわやめとけってもう 宣言通りほんまにあげてるって <laughs>。茶色のチンゲ <laughs>。やばい <laughs>。ほんまに Y ダンブ闇になってるやん。Y ダンブ闇に変わってからさ、一発目のさ、あのー、投稿がさ、視聴者自身のブリーチしたチンゲっていう。やばいやろ、完全に <laughs>。何が GG やって <laughs>。 次、金髪にしようって。視聴者のチンゲで遊び始めたぞ。次、金髪にしてあげといてくれ。チンゲの色がどうなってもいいって人はいろんなカラフルなさ、虹色とかにしてあげてよ。お前、虹うんちなんて。俺、虹チンゲやけどな、つって。虹チンゲでさ、マウント取ってこうや。虹うんちの人らに対して。ピンクにしようって。ハムハム TV みたいなのだってみんなマウント取ってけ。チンゲなら勝てるぞ。 自分の春とか、いやもう羞恥心なんか一切ないんやろね。そういう人は成功するよ。他人どう見られてもいいって人はな、成功するから、マジで。カラフルチンゲブって。ちょっと見たくなってしまうって。来いや来いや、メンバーに。今しかねえぞ、マジで。マンゲいるやろって。マンゲも来いや、じゃあ。マンゲでも歓迎や。どう見られてもいいけど、自分のチンゲを上げる意味わからんって。確かにそうやな。 あげる意味は僕も一切理解ができないいや面白い面白がってもらえるやろと思ってあげれるからいいんや人を喜ばしとるわけやからなハンリーも虹血毛って <laughs> AV 見ててさ虹色の血毛出てきたら吐くやろ絶対 <laughs> なんか追加賃ゲ来たぞってほんまに <laughs> 現役 DC の賃ゲですお納めくださいって 男子中学生おいおい、男子中学生がこの星あかんって、マジで。男子中学生がお前 Y ン部にチンゲ貼ってんぞ。あかんあかん、んな、したら、マジで。やめとけ、やめとけ。マジで狂ってるって。自動ポルノ。<laughs> まだ黒チンゲな。<laughs> 俺、茶髪やでって。<laughs> 茶髪マウントやばいやろ。黒歴史確定って。 厨房やめとけってマジで。チンゲから特定されるぞって。嘘やろチンゲさらしたら特定されるん。やばいやんマジで。羽のんげ取ってこいって。めちゃくちゃやもう。配信がめちゃくちゃや。これわかってるよ。いつもこの流れになったら大体収集つかんからマジで。無駄ゲブって。おい、チンゲさらし部とか俺絶対作らんからな。やめとけマジで。 まあ中学生の陳月って興奮するやつもいるかもしれんからな、中に。完全に無法落ちたよな。竿も映してこうって。竿はやめとけ。<laughs> なんでこんなことに言って。何やこの無法地帯いって。おかしいよな。俺バイオハザードやってるだけないけどさ、なんか、あの、ンゲをさらされてるんだよ。僕のディスコーサーバーで。竿を乗せるやつ出てくんのかもしかして。 サオはやばいで本当にサオ乗ってたら見たるけどなちゃんと見て評価出してあげるけど初見倍倍配信やただでもこういう配信が好きやっいう人もいるからな SSK さんメンバー出ますアイスメンバーこのタイミングでメンバーになったらちょっとやばいやつやなと思われるかもしれんけど気にせんといてくれ俺は正直な君を歓迎するサオはビンビンにせな出せんようになってビンビンにしてじゃあ貼ってこいや 今、竿の写真撮ってるやべえさすがに竿は貼らんやろ。さすがにな。いつもこんな話信なのって。まぁ、あ、こんなもんちゃこんなもんやけど。こんなもんちゃこんなもんすけど。ヤミが思ってたよりもヤミやったって。今だって、視聴者さんがさ、自分のチン毛さらしてるんやで。ヤミ以外の何者でもないからな。逆にこういう配信をすることで民度を高くしてる。まぁ、あ、キッズ売買放送でもあるかな。 光と闇の境界線が曖昧です。宅配ゲロモンスターはどちらになりますかって、お前。宅配ゲロモンスターは光に貼ったら即バンやろ、お前。どう考えても。何が曖昧やねん、お前。わかるやろ。オフ会でチンゲの店ありそうってやばいやろ。何をもって光とするのかって。なんとなく察してくれっていうのがこっちの願いなんやけどな。なんとなく察してくれっていう意味で僕、光と闇を分けたつもりなんですけど、察せないんですか、それ。は <laughs> あーイライラする。チンゲアイロン失敗。 イライラするじゃんすまへんやろ大やけどやろそんなんはあアイロンが当たるってほんまにこれレオンの今のこの一言がマジで刺さるな <laughs> 今こんってズヤズのタイムフォーレスティング今はこんなことをしてる場合ではないっておいチンゲがどうとか喋ってる場合じゃねえぞマジで年末やぞマジでやばいって何 <laughs> でマイスカイオオタサクが巻き込まれるって かわいそうよ、ほんまに。おい、さあ、はんのやつ。え、はってんの <laughs> <laughs> 床をなのしすぎて <laughs>、形がいびつになった <laughs>。男子高校生のタ <laughs> ン グロすぎて見てられちゃ <laughs> 闇やな <laughs> 床をなのしすぎる <laughs> 完全に闇やろこりゃやばいわもうあかんわ ま、気になる人はメンバーへ男子高校生の視聴者さんメンバーさんがね床をなでいびつになった自分のおちんちんをね晒してますね終わりですねほんとにもう <laughs> もげるってうわっお疲れとしか言え <laughs> ひでえ とか <laughs>、<laughs> お悔やみ申し上げますとか書かれてるわもうだって形がさ元に修復することって多分ないもんねどうやっても <laughs> 本当にいびつで笑ったって <laughs> 公然わいせつっていや <laughs> あのー、選べるからね見るか見ないか選べるからピン止めされてるって嘘やろ やめとけってマジで <laughs> ピン止めメ,メッセージのとこに <laughs> チンコ貼られてる <laughs> ひでえ<ぇ笑>これはひどいこれは確実に切り抜きルートやろこれは切り抜いてメンバーの訴求をやってもらうとしっかり光ってや,そうやっぱあ,あのさっき言ってた通りになったな光はめちゃくちゃ輝くけど闇の方はガチ闇になるっていうあてか商人聞いてるやんいつもなんか かお <laughs> なちんぽ張って黒歴史 <laughs> ひでえわ <laughs> マジひでえわ <laughs> さっきから一人 GG い押してるやついるって誰やでんて <laughs> めっちゃ <laughs> 全日本大陰子観光組合理事長やってそんなんいるんやん <laughs> 大陰子観光組合って何やろハクビさんメンバー入れてます <laughs> ナイスメンバー <laughs> このタイミングでメンバーマジおもろすぎるやろ精神状態どうなってるやろってもう狂いまくっとるやろな闇やばいでマジでほんまにもうブラックホールやん完全に怖くなったって世の中にはこんなやべえやつもいっぱいいんねんぞマジ気ぃつけた方がいいクリスマスの後にこの画像ってなるほどクリスマスうまくいってなかったのかもしれんない闇が深いってみんな連携するまあ Y 南部は見らんでもいいと思うけど、連携はしといた方がいいよ。とりあえず。連携はマジで。オルテガさんメンバーありがとうございますな。ナイスメンバーッ <laughs> このタイミングでね、ありがとうございます。そら気になるわな、こんだけ言われたら。<laughs> は包茎来た<え>嘘やろやまたか 皮をなのしすぎでえげつないぐらい皮がビロンビロンに伸びたチンコが貼られてる <laughs> ちょっと待ってくれマジでさなんでこんなみんな異形なのおかしいやろなんかめっちゃ異形なんやけどみんなおかしいやつらばっかやんクッソ細いしえげつないぐらい皮がビローンって伸びてんねんけどなにこれお前ルフィやんこれゴムゴムの実食べたんですかこれやばいってマジで 川を悩やったらこんな川って伸びるんマジゴムゴムの実みたいに伸びてんだけど何これ <laughs> 川の先チョコダックみたいになってるって <laughs> <laughs> やばいやろこれゴムゴムの竿ってゴムゴムの竿やーばいやろまあ男子中学生やっけ中学生やからまあでかさはまだ今後見込みがあるとしても川やばいよそれ 竿を張ると絶対ピン止めされるってピン止めすなすなマジで誰か金玉も張れってもうやばいやろ配信中に何してんのよマジで見たい気持ちと見たくない気持ちが葛藤してるっていやそんなさうえってなるそんなもんではないけど面白いよぶっちゃけこの流れやから言うけどワイもこんなんやわって23歳会社員ってマジでこんなんなの そう、みんな闇をのぞいたあとは光をなのぞかんとあの闇に染まってって闇の住人になる可能性あるからちゃんと光で適切な光成分をあの吸収しといてください闇成分ばかり吸収するとほんまろくな人間にならんからね次ディスコ開いた時にバンって出ないように見る板変えとけたほんまや変えとかなあかんで何の気なしにさ電車の中でパッてのぞいてさ <laughs> 川おなチンコとか床おなチンコ出てきたら周りの人に見られた終わるぞマジで 何の配信か分からんって。まぁ、あ、雑談がメインやから別にいいんですけどね。僕は何も困ってないけどさ。むしろ儲かってるからいいんやけど。やばいやろ。今んところ光が闇に飲み込まれてるって。飲み込まれはせんかな。選択権がありますから、見ないっていう選択ができるように分けたんやから。うん。世の中にはいろんなチンコがあるんやなって。ほんまにいろんなチンコやな。 いいよ、俺の方がもっとやべえよっていうやつはさ負けじと貼ってくれや俺のはどうやって自分の中ではマシやと思っててももしかしたら君のチンコはやばいよってなるかもしれんから一応貼っとこうみんなとりあえずみんな違ってみんなそう俺は批判はしないですよあのすごいなってやばい形してるなとは言いつつも批判はしないよそれを晒してくれた勇気にむしろ乾杯したいくらいからチンコ晒すの承認欲求がドバーってって まあ満たされたならいいよ。人にでかいシミみたいなほくろあるやつ結構いるんかなって。それ性病じゃないんか今チンコ 3? 嘘ソ !3? え ?3 ってどれチンゲしかなくないチンコ2やんまだ。チンゲチンゲチンゲやんまだ。チンゲ2チンコ2やろ。あ、自分で3にするお局や。今チンコ3やねって言ったやつ、ちょっと責任取って乗しとけや。乗しとけよ。 嘘ついたからな、乗しとくよ。嘘はいけません。正直に乗しといてくださいね。真面目にカウントする状況に腐って。北海道深会行けなくなっちゃって。いや、来たらいいやん、別に。<laughs> え、あなたがあの、チンゲさらしたあの人っすかっつって。チンゲだね、チンコか。あ、そうっすよって言おうや、普通に。え ?3 本目来た 生まれつきシミがあるチンコ来たぞ <laughs> やばいやばいほんまやシミあるやんこれなっさけない姿で来たよまた <laughs> 生まれつきシミがあるチンコなんてかんてみんなそのチンコに個性があるのこんなにおかしいやろ <laughs> シミ <laughs> 勇者やな <laughs> 小さくないとか言われてるし ワイ,のしワイのシミが2カ所あるとかやばいわもう。今のところきちんと中修正されてるのが好き。確かに。無修正ではないからな。無修正であげるもさ、俺らさすがに。OK だろとか。も <laughs> れなくおちょくられていく。気になる人はごない。ここでみんなチェックしてくれるよ、ちゃんと。このチンポはどうなんかなって。ノルさん、ありがとうございます。ナイスメンバーすごいなぁ。 Y 段部にチンコが貼られるだけでメンバーがどんどん増えていくこんな配信まずないでマジでもうバイオ何も関係ないもんな <laughs> 無修正出てきそうって手術後です無修正ならこれでもいいでしょって <laughs> チンコを手術したいとかって今度貼られてるぞ <laughs> やばいやば4チンコになったえチンコを手術ってどういうことなんそもそも無修正がとうとう来てしまったわこれで満足ですかフンヌって単勝 <laughs> <短章 S 2> <laughs> 単勝シミさん、あれとは、う名前がやばい、もう。名前単勝シミになってるわ。終わってるな、もう。勝手にあげて勝手に切れてるって。いかれてるわ。焼肉のメニューみたいって。あ <laughs> るためだけに <laughs>、フルボッキ <laughs> ひでぇマジで。 俺ね、この流れでね、一個ね、思ってることがあんのよ。これ結構確信なんやけど、言ったろか。Y ンブ闇と光に分けたじゃないですか。Y ンブ闇に今、その、チンコを張る流れが来てるじゃないですか。で今、めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。多分ね、柴田理恵の、コラ職人のやつ、嫉妬してると思うか。これ、絶対、絶対そう。絶対嫉妬してると思う。今、この流れに。もともと自分のさ、縄張りやったのに、縄張り荒らされまくってるからね。 やべ小学1年生の時に皮が固まりすぎておしっこが出なくなるってことで皮をレーザーで切りましたやってこわちんこの皮レーザーで切るとかもう想像したくもないわ <laughs> これでオフ会切れないっていやこいやオフ会来たらその話題で持ち切りやぞここで柴田理恵のコラ職人が自分のちんこを晒すぐらいの度量を見してほしいよね本当にそれぐらいの危害見してくれやコメ欄に姿を見せないって今多分フル勃起してるか 射精の瞬間を写真に収めようとしてるんちゃうそれぐらいズバ抜けんとワイダ談部の闇は支配できんぞ今作ってるっておいみんなのチンコ合体させてタコとかにせんでいいからな変なことすんなよマジで柴田理恵に生やすとかはもう知らんでよ俺ホンマに訴えられても全日本大妊娠観光組合理事長に来たいってもう名指しされてるやんみんなのチンコおかずにするんで頼みますってあなたホモの方ですか それとも女性ですか好きなだけ煽るがいいさでもなチンコは絶対さらさんからなって <laughs> 怒ってるわ <laughs> 日本大陰娠なんやけなんちゃら組合さん怒ってますね組合会長さん怒ですね聞いてるぞ聞いてる聞いてるめちゃくちゃ聞いてるわ中の人がとうとう姿を現したぞ 柴田理恵とか所詮借り物やからな自分の体でみんな勝負しとるからよお前は所詮コラ画像しか作れん敗北者じゃけ取り消せよ今の言葉カチャカチャって脱ぐんかよそうおもろいなチンコ張るだけで笑ってもらえるなんて楽チンでいいですよねやってやばいわガチで拗ねてるやん次のチンコ来た ?5 本目 急速で立たせたのでフル勃起ではないですが勃起チンポ置いときますってガチで顔かぶってるやんこれ5本目っていうか同一人物じゃないの同一人物やんけマジでさ勃起してんのに全部顔かぶってんねんけどこれ大丈夫なん新生方形じゃないのこれみんなして方形問題って横に定規当ててるそう俺ちゃんと見てなかったほんまや1 2センチぐらいや 蒸気張ってるとかやばいやろマジで短勝台をかぶってるとかついてる意味あるの剪定バサミ生かしましょうかってチンコごとちぎれるわどんなもん使ったらあれやあの茶髪のチンゲ貼ってくれから始まったよな茶髪のチンゲ貼ってくれ絶対に許さない単勝シミさんありがとうございます 1>, 1年以上活動してきたのに僕のことをワコンとかのたまったやつチンゲに首絞められて窒息しろってどんだけ長いチンゲだよ